二里頭遺跡1号宮殿の紀段図1号宮殿の復元図二里頭遺跡は中国の河南省落葉支援宿敵地二里頭村で発見された新石器時代末期から青銅器時代にかけての都市宮殿遺跡である。1988年に全国重点分物保護単位に指定された。1959年に発見されて以来発掘や研究が進められている。 1960年には規模の大きな宮殿の基壇が発見されており、中国初期王朝時代に属する最古の宮殿建築とされている。二里頭遺跡は紀元前1800年から紀元前1500年頃の遺跡と見られ、中国の史書の夏の時期に相当するため、中国ではこの遺跡は夏王朝のとの一つと考えられている。しかし、都の城、 城壁の跡は発見されていない。また、文字資料は出土していない。これまで発掘された二頭遺跡は4基に分けられている。1基及び2基からは、石器や陶器を作る工房が発見され、その基調は農村文化である。3基と4基からは、青銅器工房と宮殿が発見された。宮殿の遺跡は2つあり、1号宮殿市は南北100メートル。 東西108メートルの方形の基段の上に建てられ、周囲には兵などが発見された。そのすぐ近くにある二号宮電子は、東西58メートル、南北73メートルの基段が発見され、その北に大きな墳墓があるため、祭祀のための施設とも考えられる。近年はさらに大きな都市や道路の遺跡も発見されている。中国の考古学会にはにりが遺跡が、 どの王朝の遺跡であったかに関して様々な推論がある。一つは一期から四期までの時期から夏朝の文物が出土していると見て、これを夏王朝のとと見る説であり、また一期と二期からは夏朝の文物が、三期と四期からは陰の文物が出土しているとして、大きな宮殿は陰の初期のものであると見る説である。二里遺跡から約東には、 飲食器の大規模な都の城遺跡が見つかっている。ニリガシラ文化とは低い意味。解説、広告用語辞典アーキラジーワーズ中国最古の宮殿都市跡発見。鉄も、河南省園市ニリガシラ遺跡中国通信社。ありがとうございます。